じゃあ、最初にあの今回初めて見る方もいらっしゃると思いますので、よろしければあの自己紹介とあと事業内容の方、簡単にご説明いただければ嬉しいです。はい、よろしくお願いします。えっと早稲田株式会社の代表の西和田と申します。えっとそうですね。自己紹介から申し上げますと、僕はもともと慶応大学卒でえっと三井物産といま総合商社に。入って でそこから約11年間、ですね主にその再生可能エネルギーと呼ばれる、まあ、それこそ太陽光発電とか風力発電とか一部蓄電池とか、そういったものの新規事業開発とか、あと投資とか M&A とか、えー、とそれをですねもう日本であったり、あと途中ブラジルに行ったりとか、ですねブラジル、メキシコ、えー、とあと欧州とか、はいまあ、7割ぐらい海外の方が長かったような形です。ではいで、えっと とまあ、途中2年間ブラジルにこう行っていたりもして、えーそうですね、どちらかと,いうと海外の仕事の方が多かったような形です。で、この会社を2019年の10月に立ち上げたので、ちょうど今3期目の、えー、っとスタートアップになります。で、事業としてはですね、まあ、このクライメートテックっていう分野で事業を展開しているんですけど、2つの事業を今展開しておりまして、えっと、1つ目が、えっと、CO2 ゼロで、えっと、地産地消もできるクリーン電力サービスですね。これは法人の お客様に対して、要は単なる電気を供給するのではなくて、えー、とまず CO2 がゼロの、まあ、再生可能エネルギーを使ったり、一部クレジットとかも使いながら、えー、CO2 をゼロにした電気と、あとブロックチェーンの技術を使って、ですね、まあ、どこからどこに電力が流れましたよっていうのを30分ごとにトラッキングして、でえーとまあ、お客様からすると、えー、と買う発電所を選べるみたいな、地域を選んだり、発電所自体を選ぶことで、えー、と地産地消みたいなことも訴えますよ。えー というような、えっと、クリーン電力サービスをまず1つやっております。で、2つ目が、えっと、まあ、昨年リリースしたサービスなんですけど、えっと、CO2 排出量の見える化のクラウドサービスですね。これはまあ、完全 B2B サービス事業にはなるんですけど、うん、えっと、こちらはこう、なんていうんですかね。 2020年にこう菅総理が脱炭素社会、カーボンニュートラルな社会を2050年まで作るぞっていうのを目標を掲げて、まあ、皆さん、今、企業のお客様が CO2 を削減したいっていうようなあの声がすごい上がってるにもかかわらず、自社がどれだけ CO2 出したかっていうのを、ちゃんと実は可視化、見える化できてないお客さん、まだまだ全体の90%以上いるような形ですので、まあ、まずはファーストステップとして、じゃあ、簡単に見える化して、でそれをまあじゃあ、どうやって減らしていくか。 っていうところ、のこうワンストップで、全部我々はサービスを支援させていただくと。いうような、えっと、二つの事業を、今、やらせていただいております。ありがとうございます。この。クライメテックの、まあ、いろんな切り口、および、まあ。もっと言うと、前職の三井物産の時から、いろんな事業を見られてた中で。はい、いろんな切り口、思いついたりとか、はい、まあ、頭の中に終わりだったと思うんですけど。はい。この領域で。 まあ企業に至ったりこの事業参入の角度で決めたなんかそこの経緯って何だったんでしょう。はいありがとうございます。そうですね企業まあ、この領域で企業に至った理由としては少しちょっと過去に遡ってまあ2つあるんですけど 1>,、うん、えっと1つはですね僕ま大学時代は実は結構こうあの音楽をやっていてですねまあ、そっちの世界はい、はい、まギターとか作曲とかをやっていたんですけどまあそっちの世界でこうプロに行きたいと思っていろいろやってたんですけどまあ、挫折をして。えー で当時、全然ビジネス興味なくてですね、えー、と何やろうかなっていろいろフラフラしてたときに、えーまあ、その尊敬するバンドで、まあ、m r c h i l d の桜井さんが、うん、えとバンクバンドっていう別のバンドを、あのプロデューサーの小林武史と,と坂本龍一と3人でやっていて、うん、でこのバンドって何かっていうと、このバンドでライブとか CD を売って、でそこの売り上げを、えー、と環境系のベンチャーとか、そういう団体に投資をしたり融資をするっていうアクションをやってた。 えーはい、すごい,、はい。っていうのをなんか初めて大学2年の時にそれを知ってあビジネスを通じてなんかそういうふうに社会をなんか変えられるアクションを取れるんだそれならなんかビジネスってちょっと面白いんじゃないかっていうふうに、まあ、僕の尊敬する人が言ってたのでだったらまずはちょっとそれを真似してじゃないですけど、えー、っとそこに刺激を受けてじゃあ僕もちょっと環境系勉強しようかなって言って始めたのが、まあ、この領域を興味持ったきっかけですね。 で、それでまあいろいろ勉強していくと、やっぱなかなかビジネスでやるの難しいなっていう、当時2007年とか8年とかは、そういう時代だったので、唯一なんかビジネスになりそうだったのが再生可能エネルギー。当時はまだ全然 お金にならないとか言われた時代なんですけど、はい、だけどこの分野だったらなんか可能性ありそうだなっていうので、まあ、三つ物産入った後もそこやらせてくれっていうのをずっと言って、その分野をやって、でやるとやっぱりなんていうんですか、お面白いし、まあ、社会のためにもなってるんじゃないかっていう思いもすごい強い、大義もあるし、えー、ビジネス的にも成り立つんじゃないかっていう思いもあって、まあ、すごい面白くて。でまあこの領域も 興味を持ったきっかけはこれですね。なので僕はもうこの分野であの特化して、えー、っと、そうですね。まあ、そこの次世代のためにやりたいなって思いが強い、今も強いです。うん、で、二つ目にもう一つきっかけがあるのは、えー、っと、 僕途中、ブラジルに行っていて、でブラジルの,そのエコジェンっていうですね、省エネとか、えっと、一部再エネ、再生可能エネルギーの、えっと、小型の分散型電源を、まあ、サービス事業でリースするみたいな、えっとかいえっと、ブラジルのベンチャー企業ですね、まあ、ベンチャーといってもシリーズ BC ぐらいの、えっと、それこそ200名ぐらいもいるところに、うん、えっと出向していて、だから、えっと、副社長の茂田さんっていうその物産から買収決めて最初に出向した人がいて。 はい、でその人とあと東京ガスの人が CTO で来ていて、はい、であと僕が行ってたっていう,、はい、もうその3人しか日本人はいなくてその中でやった時にやっぱりそこのベンチャーの,そのスピード感とあとその社長のまあネルソンっていうブラジルの、えー、とブラジル人社長とまあ茂田さんの2人でほとんどのこう意思決定を議論しながら決めていく様をなんか僕はすごい身近で見れて。 えなんかそれを見た時にやっぱりその経営にチャレンジしたいでしかも何て言うんですか日本だけじゃなくてやっぱグローバルにこうチャレンジして勝っていく姿をこう見ていてやっぱ僕もそこに挑戦したいなとまあ改めて再認識したのが2014年16年ぐらいですね当時はいでえっとまあその2つにやっぱり大きく影響を受けてこの領域でまあ僕もやっぱりチャレンジしようっていうところでえそうですね2019年に えとまあ、それ当時33歳で、まあ、その重田さんも32歳ぐらいから経営をやられてたので、僕もこの30代前半にやっぱチャレンジを仕掛けたいなという思いがあって、まあ、なのでタイミングとしてはまあ、なぜ2019年かっていうと、まあ、そういったあの自分の年とかもあって、決めたっていうのが背景ですね。そうなんだ、はい、めちゃめちゃいい、すごいですね、なるほど。今、ちょっとさっき、物産のブラジルのリリースとかを見てましたけど。はい そんな環境を見てたとは、ちょっと、あの、そこ、それを携わってたのが、あの西原さんだったのは、ちょっと知らなかったですね。あいいまあ非常に面白かったですね。まあ、刺激も受けましたし、なんかそこのやっぱ、ブラジル2年間で僕の、まあ、業務能力だったいろんな能力が多分飛躍的に向上して、うん、まあ最後の5年ぐらいはもう本当に面白くて、物産でも面白い仕事をたくさんやらせていただいて。 今もすごいつながりもたくさんありますし、あの感触たくさんしてるんですけど。なるほど <laughs> あ。ありがとうございます。その中で、あの次はその事業選択、特にその、はい、クライメティックの中のこの2つの今、領域やってると思うんですけどあ、領域というかサービスをやってると思うんですが、はい、ここの切り口で事業をやろうっていうのは、はいまあ、背景とか、あとタイミングとか、 なんかどううういっったたのがこうあったんででしょう、はい、そうですね、えー、とやっぱりもうこの分野でやりたいっていうのは決めていて一、まあ、つその切り口として考えてたのは、うん、えとやっぱり僕海外で仕事を多くやっていたので、まあ、海外ですごいこっちは普及してるんだけど日本でやっぱりまだこれが全然進んでないみたいなやっぱそこのタイマシンモデルじゃないですけどギャップをすごい感じる部分があって。うん で、そこの一つがやっぱり再生可能エネルギーだったんですよね。えー、っと、うん、日本ってまだ補助金を使ってて、えー、っと、値段がまだまだ高い。まあ、だいぶ安くなってきたんだけど、それでもまだ高いって言われていて。でも、実はもう海外だと補助金なんてみんな使ってないし、えー、っと、一キロワットアワーあたりのコストは、えー、っと、なんですか、もう。 火力発電とかと同じ水準ぐらいまで落ちてるんですよね。太陽光だけ見たら。うんうん、っていう時代になってるにもかかわらず、まあ、そもそもなんで、えー、っと、日本だとできてないんだろうっていうところから、まあ、最初は結構入って。 まあかなり調査があって、まあ、改めてしたっていうのもありますしあとはまあモデル的な切り口の一つの見方としてはやっぱりそのキャピタルレスにえと入っていくっていうところは少し意識をしましたねあの物産とかでやるモデルって逆で結構そのキャピタルヘビー要は資金が結構必要なモデルの方がまあ参入障壁も高いし、うん、えっと ですけど、やっぱりベンチャーの初期フェーズでいきなりそのモデルをやると、まあ、いきなり相当な資金が必要になって大変になったりもするので、えっと、モデル的にはまあキャピタルレスに入っていくということは一つ意識をしながら、えっと、そうですね、なので最初にその再エネ特化の小売っていうのは、まあ、それこそベンチマークとなる市場でいうと、アメリカだったり、一部イギリスがえっと電力小売の先に行ってるんですよね。 でそ,そこの国だと、まあ、まさに再エネ特化とかテクノロジーを生かした、えー、と電力氷のモデルが結構シェアをガンガン伸ばしていたので,でそこの細かい要因とか、まあ、どういう市場環境になっててっていうところを僕はだいぶ把握をしていたので、うん、なのでまあ世界と日本の市場を結構詳しく知っていたので、まあ、まずはじゃあそこのギャップをしっかりだかもっと来るんじゃないこのモデルはもっと日本でも来るべきなんじゃないかと思って、まあ、一部当時日本でも少しだけやってるプレイヤーはいたんですけどまだまだ えっと本当に黎明期ぐらいだったので、うんはい、それでまあ後発で少し入っていったというような状況ですね。なるほど、ざっくりこの再エネの考え、企業の考え方って、一番進んでるところがどこの国だとしたと,ときに、はい、日本ってどれ,どれぐらい無意識で、何週、何年ぐらい遅れているような感覚なんですか。<laughs> そうでですねややっっぱぱりり、えー、一番進んでるのはやっぱり欧州 なんです欧州とアメリカの西海岸のところとオーストラリアうん、うん、ここら辺が進んでいるんですけど、まあ、欧州と比べるとやっぱり23週ぐらいは遅れてるような、えー、っとイメージですね。で、えー、っとやっぱり僕が起業した2019年の時っていうのはまだまだこの業界にいる人たちは再エネが来るっていうのはある程度分かっていても、えーっとまあ、業界外の人からしたら、まあ、再エネって本当にどこまで来るのとか。 あのそういういのはやっっぱススタンスだったんですよねだから当時僕らは大企業向けだけではなくてやっぱ中堅,中堅企業のお客様も結構多くてですね中堅企業のお客様も再エネ使う時代がもう来てるしこれからどんどん来るんだよっていう話を投資委員会とかしてもあの本当に,本当にその中堅企業が再エネて使うのみたいなことを当時は言われたりも一部していましたけどやっぱり潮目がすごい変わったなと思って。 のはえっと、2020年の、えっと、10月に菅総理が就任されたじゃないですか。ではい、その時に、えっと、日本の所信の表明演説で、えっと、日本は2050年までに脱炭素社会、カーボンニュートラルの世界を作るっていうのを、えっと、明確に掲げたんですよね。でこれがやっぱりすごい潮明になっていてですね、うんえー、やっぱり国がもうこっちに行くんだっていうのを決めたら。 なんかやっぱり企業のお客様たちはみんなそこのやっぱ方針にのっとってあのー、まあすごいニーズが増えてですね特に2010 20年10月以降ですねはいなのでそこからまあ我々のサービスのあの契約数っていうのはまあすごい見方がり本当に急増しているというような状況ですねおおなるほどあのそういう意味ではそのこれまで当然企業って 外部のサービスを使うときには、まあ、売り上げが上がるかコストが下がるか、はい、その、なんかそういうもんで意思決定すると思うんですけど、はい、ある意味、その、まあそこはまあ当然ありながら、なんか他の理由とか、要は、要は環境になんかどうか、どうなんだみたいなところの意思決定のウェイトが上がってきたっていう感じなんでしょう ああそうですね、明確にそこは上がっていると思ってまして、まあ、それこそですね、えーと、一番いい事例が、えー、とアップルさんとか、えー、っていうのは、えーと、自社の工場とかオフィスとかの電気を自分たちが再生可能エネルギー100%にするだけではなくて、えー、とそのサプライチェーン全体で 今そういういのを要請してるんですね<ー>つまりですね、アップルさんに部品をいろいろ納入してるメーカーさんたち全員に対して、君たちその再生可能エネルギー100%とか、まあ、そういう CO2 の排出量削減にコミットしてるのかと、でコミットしてないんだったら、もうサプライチェーンから外すよっていうぐらいですね、結構プレッシャーをかけていたりだとか、まあ、つまりですね、今までの時代っていうのは、取引をする上での、えー、と基準っていうのをおっしゃっていたみたいに、価格と、まあその製品のクオリティとか。 そういったところが基準だったんですけど、そこ以外に今、ESG の指標、まあ、特にえっと日本だと E が最初に来ている、まあ、ここの、ここをどれだけやってるかっていうのも、一つポイントになってるんですね、確実に。 なので、えっ、ー、と、今までは本当に業界のリーディングプレイヤーだけがそういうエンバロメントの,取,引あの取り組みでやればいいっていう時代から、もうそういうサプライチェーン全体の,あの取り組みになっていることで、よりその中堅企業のお客様とか、えっ、ー、と、それ以外のお客様もどんどん今波及をしているっていうような状況ですね。近い質問で。はい。その、今の電力ビジネス、 推し進めるときに価格以外のところですごくお客さんが今のところこれいいねとかえとこれ求めてたみたいな部分価値とかってどの辺で言われることが多いそうですね、えっと、やっぱりですねそのうちのサービスの場合はその電気代をただ安くしたいっていう人が購入するわけではなくてどちらかというとやっぱ CO2 削減をしたい。うん もしくは CO2 削減して、それを PR に使いたいとか、なんで、えっと、ご購入いただいて、えっと、あとその地産地消をしたいというお客様もいるんですけど、そういうのを購入、電気の契約を結んでいただいた後に、一方で中堅企業のお客様となかなかこう PR とかどういうふうにやればいいのか分からないとか、サポートしてほしいみたいな話もあるので、我々でこうプレスリリースを作って、共同でプレスリリースをしたりとかですね、結構お客様のそのブランディングだとか、PR 観点の支援、 みたいなところを、まあ、単に電気を売っておしまいではなくて、えっと、再生可能に契約を結ばせていただいてその後にこに PR の支援だとか、えっと、そういった部分をあのカスタマーサクセスの一環として、えっと、我々やっているところがまあ一つ強みにはなっているのかなとは思いますねあとはまあその電気以外の今 CO2 の見える化の,あのサービスもやっていますがこちらは結構世界的にも新しいモデルにはなるんですけどやっぱりそこを見える化しないといけないでも そのなぜそれができてないかっていうとやっぱりむいろいろ難しいことが多いというか例えばデータの回収っていうのはすごい手間がかかったりだとか要は電気の CO2 だけではなくて簡単に言うとですね何か工場で燃やしたらそれでも CO2 とか。 質効果たたらそれもカウントしなないいといけなかったりスコープ3までっていうとですね、うん、それこそ原料を買ってきたらその原料があの作られた時にどれだけ CO2 が出てるかとか、うん、輸送したら輸送した時にじゃあどれだけガソリン燃やしたのかとか、えー、とあと飛行機とか電車の通勤とかも実はあれも国内出張何回行ったかとか海外出張何回行ったかで CO2 って換算されるんですよね。 そこら辺を全部きれいに計算できるシステムがそもそも今までなかったり、うん、えそうですね、まあ、データ回収にすごい手間があるので、なかなかできてなかったり、まあ、そもそも CO2 の計算方法がからない。っていうところで、そこら辺もこうまるっとですね、教えてほしいというのお客様はまあ非常に増えてますね。はい、あ。その辺をもう明らかにしたくない、隠しておきたいというよりは、むしろうちってどうなってんだっけ ちょっと調べてくださいよみたいなのが多いですかそうですね。えっ、ー、と、隠しておきたいっていうお客様はほとんど今減っていて、昔はもしかしたらあったのかもしれないんですけど、はい、最近はむしろ開示が求められてるんですね。なぜかというと、例えば、 えっとまあ、大企業のお客様とかでも、もちろんお客様でも、海外出張に役員の方が行って、欧州に行って、で役員同士で会議をしてたら、あ取引先から、君たちの,その製品は、えー、CO2 とか g h どれぐらい出してるのってパッと言われて、で答えられなかったと。で、答えられなくて、でもう日本帰国して、もうすぐ全部そういうのあの綺麗にこう計算して、算出して、そういうの出さない。 ダメだ,だみたいな、まあ、要は取引先からやっぱ求められるっていうような時代だったり、なるほどはいあとはですね、まあ、投資家、融資家、融資、融資の金融機関、えー、とこの2つもやっぱすごい動き的には動いていてですね、やっぱり今、こう昨今、ESG 投資っていう、えー、と枠がすごい増えてますし、あとは金融,、うん、融資の方もサステナビリティリンクローンと呼ばれる、要はえと企業がその 気候変動情報をちゃんと開示して、で目標を掲げてで、目標を達成したら、金利が安くなったり、まあ、融資の枠が増えたりというような取り組みが、えー、っとすごい増えてるんですね。なので、そういう金融機関からの要請、まあ、それが投資家であったり、融資、うん、のプレイヤーだったり、まあ、そういうところでも情報開示をした方が、要はもう実利がある。 時代に、いや単にその倫理的にいいとか、あの支給環境にいいだけではなくて、それをすることで資金調達の手段になったりだとか、PR してブランディング、要は差別化になったりだとか、あとは結構採用みたいな観点でも、えー、っと、今、Z 世代って言われてるこう世代だと、やっぱサステナビティの意識が高いお客が人が多いので、そういう人たちがより入りやすくなる、人材を実は取りやすくなるっていう観点でも、こういった意味でやっぱ実利が今出てきてるので、 単なる CSR みたいな話ではなくて、競争優位性を、競合優位性を出すための戦略として ESG がまあすごい活用されてるんじゃないかなと思ってますね。あめちゃめちゃ面白いです。ありがとうございます。あの、まあ、本当にその社会が今、そういう意味では、まあ、投資家と、それから取引先とか商談中にそうやって出てくるってことは、その、これまでの、ある意味、えー この会社いいよね。この商品いいよね。悪いよね。っていう、要はいけてる、いけてないの判断が、やっぱり売り上げとか実績っていう、まあその合理的、経済的な合理的なところからだけじゃなくて、あの、やっぱりこの環境への配慮、えー、それから、そうですね。環境への配慮の部分がすごくウェイト上がってきてる感じが、えー してて、なかなか日本だとそれちょっと気づきづらかったりするんですけど、あの、まあ、もう欧米では、えー、そんな会話が飛び交ってるというところできき、聞いてみたいのは、ちょっとその、<え>なんでしょう、えー、今後その、まあ、投資,、えっと、投資家とか、えー、銀行とかであれば、あのお,お金を出す先、えー、それから、 クライアントであれば商品を選ぶ企業、え選び先の層の中で、ちょっと環境要素が配慮入,入ってきてるってお聞きましたけど、はい、今後さらにどうなっていくというふうに思われてたりってありますかありがとうございます。えっ、ー、と、やっぱりこの今後その ESG とか、まあ、特にエンバイロメントの取り組みだったりこう、 ま、評価指標としてこう見られていくっていう動きは、えっ、ー、と、どんどん加速するんじゃないかと思ってます。で、なぜならばですね、えっと、そまあ、そのブースターの一つになるのが、えっと、炭素税って呼ばれる、えっと、要はタバコ税みたいなもので、えっと、CO21 トン出したら、それに対して、こう、税金を払わないといけない。 日本でもですね遅くても2025年ぐらいには、えー、っと今なるんじゃないか、まあ、にあのもう環境省さんとかも,もちろん検討しているような段階なんですけど、これですね、1トンあたりじゃどれぐらい払わないといけないかっていうと、大体その世界の今、えー、っと例えば昨年 COP26 という、まあ、世界気候変動会議が行われて、まあ、約200カ国弱がですね、うん、参加をして、まあ、そこで合意したのが温室、まあ、要は温暖化。 のえーとまあ、気温上昇がですねもう100年前ぐらいと比べると今もう1度ぐらいまで上がってるんですね、上昇してしまってますと。で、これを1.5度まで抑えようというような取り組みをしているんですけど、まあ、それに抑えるためにはですね炭素税の価格でいうと、大体いい1トンあたり5000円から1万円ぐらいのもう税をかけないと、これは、えー、と取り組みを なんだろうな温暖化の防止ができないので、まあ、そういうのを今、各国でやっていこうっていうので、えっと、イギリスとかもかなり導入が、えっと、進み始めてますし、アメリカとかでも一部導入がしていて、で直近だとシンガポールもえっと発表したんですけど、2024年ぐらいにはえっとその炭素税を2500円ぐらいまで上げると、2030年まで7000円に上げるっていうのをもう政府が発表してるんですね。うん でこの炭素税が導入されると、えっとまあど、どこまでの企業が全部対象になるかって、まだ正式決定してないんですけど、やっぱり大企業さんは少なくとも。あの 該当される該当する予定になっていて、えー、っとでそうするとそもそも CO2 の自社の CO2 の開示をしてないもしくは計算ができてないとか間違ってるっていうと、まあ、そもそも税金を支払うことができないっていうことで、まあ、まず見える化っていう動きはすごい進むと思いますし見える化はあくまでファーストステップなので、うん、まあその先のじゃあどうやって減らすんだっていう、まあ、CO2 の削減 あとは、えーと、他社からクレジットを買ってきてオフセットするみたいな、まあ、CO2 クレジットのオフセットっていうところだったり、うん、あと CO2 を吸収するみたいな、えー、と技術活信によって、うん、まあこの3つの技術,技術だったり、まあ、取り組みっていうのは、今後どんどん、あのー、増えていくんじゃないかなとは思っていますね。なるほど。もっとこの領域に、あのー、僕らはまあベンチャーキャピタルなんですけど、もっとこの領域にそのスポットライトを、えー 当てるべきだなというのを、まあ、あの、最近すごく <laughs> 思い始めているんですが、はい、まあ、投資家とかですね、あの、まあ、お金の出して、えー、に対して、あの、もし、えー、コメントあればいただいてみたいという質問なんですけど、はい。あの、結構まあ、道が長いとか、簡単な道のりじゃないとか、本、ま、当、あはい、に儲かんのみたいなとか、なんか、まあ、 いろいろなところをこれまでずーっと聞かれながらも、とはいえ流れの仕様がガーッと変わってきてるんで、あの、まあ、ちょっとずつそういう話ではないっていうのも、まあ、あるのかもしれませんが、あの、とはいえまだまだもっとスポットライトが足りてない感じもするので、そこは、なんかぜひちょっとコメントいただければなというふうに思ってます。どうでしょう。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、えー、っと、 例えばですね、この環境とかの取り組み、まあ、ESG の取り組みで、まあ、全くなんか儲からないビジネスモデルをやってるっていうと、あのまだまだ厳しいのかもしれないんですけど、まあ、我々はそうではないというか、えっと、しっかりその経済的なリターンがあるような、まあ、仕組みを作って、えっと、ビジネスモデルを展開をしているので、えっとまあ、ESG のアクションを推進するような企業の e SG のアクションを推進しながらちゃんと経済合理性っていうのもえと出せるような時代にまなっておりますのでまあそういう意味だと非常にえと多くの投資家さんからもアプローチいただいてますしえとそうですね実はまああのちょうど今あのシリーズ B の最終交渉中なんですがえとはいまそちらの調達の方も無事うまくいきそうかなというのもあって。 でやっぱりこの ESG 投資をしたいとか、まあ、そこにあのポートフォリオに入れたいっていうような投資家の方々っていうの非常に増えてると僕は感じていてでそうですねメッセージっていうとあれですがえー、っとまあ日本の投資家さんだとおっしゃる通りまだまだそこに特化したファンドって少ないじゃないですか、まあ、それこそ環境エネルギー投資さんはえー、っといい、e、に特化して、まあ、特にい、e、いに特化してやられてますとで最近出てきた例えば M パワーさんとか ESG 投資ってであとまあ一部例えばソニーさんの環境系のベンチャー CVC さんとかあとまあアンリーさんとか最近あの環境系立ち上げたっていうのは見てますけどでもまだまだこう簡単に数えられるぐらい。 しかないといとう現状一方で、まあ、海外だと,、えー、っと、やっぱそこの ESG とか E に特化したような投資ファンドとかっていうのは非常に多いので、まあ、我々で言うと、やっぱ海外からのアプローチっていうのもあるので、はいまあ、そこら辺も含めて、えー、っとそうですね、まあ、かあの僕自身はその日本だけでやるつもりはないので、まあ、日本も含めて、まあ、海外にちょっとチャレンジしていきたいという思いを持ってやっているので、まあ、そういったところに、はい、ご興味ある方がいたら、はい、ぜひお話させていただきたいですね。 まあ、ありがとうございますあともう一個、あの採用といいますかその、まあ、この領域にやっぱりもっと人が増えていくからこそ、いい産業になって、いい産業といいますか、はい、いい、まあ、産業か、いい産業になっていくと思うんですけど、その今後、この領域に入ってくる人、働いてみたいと思っている人に対しても、なんかもしコメントあれば、ちょっといただきたいなというふうに。 はいいありがとうございますそうですね、えーとまあ、例えば今、s n ネのことで申し上げると、えーとまあ、非常にいいメンバーが、さまざまな業界から、えー、と素晴らしいメンバーが入ってきております。まあ、実は本当にその再エネとか脱炭素に詳しい人っていうのは、本当僕ともう一人ぐらいしかいなくてですね、うん、あとのメンバーっていうのは、それこそ別に環境を今までやってなかったと。 やってなかったんですけど、えー、とやっぱりその脱炭素とか CO2 削減っていうのはこう次世代につながるアクションだと僕は思ってますしあのすごい大義があるんですね。でその大義と、まあ、経済合理性が今、えー、とすごい合わさってる、まあ、非常にやりがいとあの社会 社会への付加価値みたいなところはすごい高い事業なんじゃないかなと思ってます。まあ、その上で今、えー、と例えば、まあ、元キーエンスとかリクルートとかメルカリとか、えー、UI とか楽天さんとか、まあ、そういったもう名だたる大企業から我々の今幹部だったり、えー、とメンバーにです、ね、素晴らしいメンバーが今入ってきてくれているので、まあ、非常に面白い。 えー、フェーズではありますねなので、まあ、そういったところに、まあ、この産業、脱炭素産業っていう、これからさらにどん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 伸びゆくグロースマーケットにチャレンジしたい方、あとはやっぱりベンチャーっていう、えーっとまあ、これから我々 IPO とか目指していきますが、まあ、その先含めた、まあ、海外にチャレンジしたいっていうようなこうベンチャースピリットの高い方っていうのは、まああのはい、絶賛募集中ですので、はいはい、よろしくお願いします。はい あのい、意外にでした。なんかその、そういうバックグラウンドを持ちの方ばかりがこう、この領域にやっぱり入ってきてるのかと思ったら、実は一部だけで、で他の人たちは、その潜在的な価値観は多分あったんだけど、はい。その、まあ、経験とか知識って意味ではゼロで、でも逆に、あの、やっぱそうだよねの考え方に変わってきてるから、はい。まあ、あの、そこみんなで急いで、その、キャッチアップしに行って、 はい、でそれでも十分、ある意味、活躍できるしあの、この産業前に進めていくところに貢献できてるっていうところは、なんかちょっとこうあの意外というか、まあ、確かにでもそうかなとも思わされたというか。あそうですね、<や>おっしゃるとおっしゃる通り、その環境の、うん、例えばこの CO2 にめっちゃ詳しい人っていうふうに募集したら、まあ、そんな人ほとんどいない。 <laughs> いないので,、えー、っとで、一方で僕ら社内にはやっぱりこのノウハウっていうのはかなり蓄積されてますので、まあ、そこを単純 OJT で学んでいただければ、えっと、最初は全然詳しくなくても、うちは全然大丈夫ですね。はいまあ、それよりもそのミッションに、我々その次世代により良い世界を、まあ、将来世代とか子供世代に向けて課題を解決して良くしていこうっていう、まあ、次世代産業に向けてやっているので、えー、まあそこに。 ミッションに共感をしていただくっていうところはまあ大前提としてありますが、共感があれば、えっと、めちゃくちゃそこに強い経験がなくても大丈夫ですねなるほど。ありがとうございます。はい